にちは。スピリチュアルの女神です。ツインレイはテレパシーで会話できるのは本当です。ではどうしたらツインレイはテレパシーで交流できるようになるのでしょうか。今回ツインのテレパシーについて詳しく解説しています。ツインレイのテレパシーの特徴ややり方、男性女性別の能力の開花方法についてもまとめたので参考にしてください。ツインレイのテレパシーについて紹介していきます。互いの関係が深まったツインレイ同士はテレパシーが使えるようになります。超能力者のようにツインレイ同士のテレパシーでも互いに考えていることがわかるようになるのです。ツインレイのテレパシーの能力が上がると互いに離れていても感情を伝え合うようになります。また近くにいても互いに考えていることや思っていることがわかるので会話が必要なくなります。彼と最近会話が減っているけど決して仲が悪いわけではなく、むしろ仲は前より良くなっている。そんな場合にはツインレイ同士のテレパシーを活用しているのかもしれませんね。そしてツインレイのテレパシーは一般的には男性側から能力が開花します。あなたが口にしていないのにツインレイの相手が欲しかったプレゼントや嬉しい行動をしてくれた、それはツインレイの男性側がテレパシーを使えるようになってあなたの気持ちを読み取ってくれているからかもしれません。テレパシーの特徴を詳しく見ていきましょう。ツインレイがテレパシーを使えるようになると相手の考えや思っていることが自然とわかります。愛している相手のことをもっと知りたいと強く願う気持ちをもとにしてツインレイのテレパシーは開花します。一般的にはツインレイ男性がテレパシー能力を先に身につける場合が多いです。ツインレイ同士のテレパシーではお互いの考えを共有できます。もともと一つの存在だったのでその名残と言えます。ツインレイのテレパシーの力の源は相手のことをもっと知りたいという気持ちと相手のために何かしてあげたいという愛情です。ですから相手との関係が深まれば深まるほどテレパシーの力は強くなります。ツインレイのテレパシーは2つの魂が統合していく過程の一つです。試練を乗り越えて正しい存在にならないと使えません。ツインレイ同士は言葉を使わずに交流できます。テレパシーで会話する方法、やり方。ツインレイがテレパシーで会話する方法ややり方を紹介してきます。ツインレイ同士はテレパシーでどう会話をするのか具体的なやり方を紹介していきます。まずツインレイ同士がテレパシーを使うにはお互いに精神的に満たされていて不安がない状態でないとできません。そしてお互いの関係性が良い状態でないとツインレイ同士でもテレパシーは使えません。これがツインのテレパシーを使うための前提条件です。実際に詳しいやり方を見ていきましょう。ツインレイがテレパシーで会話する方法ややり方は以下の手順で行います。 1. リラックスする。 2. 相手の気持ちを受け入れたいと強く考える。 3. お互いが愛を深めていく。まずツインレイがテレパシーを行うには精神的により満たされた状態に近づくためにリラックスする必要があります。一緒にいないで一人の時間を過ごしている状態でリラックスしている時も交信できます。そしてツインレイがテレパシーを行う方法では相手の気持ちを知りたいと強く願います。知るだけではなく相手の気持ちを
受け入れたいと考えるのが大切です。そしてお互いに愛を深めていくと、ツインレイ同士はテレパシーが自然にできるようになります。ツインレイ同士はテレパシーで交流が可能ですが、どうしてできるのと思った方もいるかと思います。ツインレイがテレパシーでお互いに交流できる理由はとてもシンプル。それはもともと一つの魂だった存在が何らかの理由で二つに分かれてしまったからです。もともとは一つの存在であり、再び一つになることを望んでいるツインレイ。関係が深まるにつれて、自然にツインレイはテレパシーで交流できるようになります。互いに関係を深めて試練を乗り越え、再び一つの魂へと統合していくのが二人の目的です。ですからツインレイがテレパシーによって互いに交流するのは統合に向けた自然の流れです。考えていることだけでなく、感情も互いに理解できるようになります。お互いの関係が深まり、一つの存在へと近づくと、相手が考えていることが分かるだけではありません。相手の考えていること、自分の考えていることとなる不思議な感覚に近いようです。ツイン女性のテレパシーは男性と比較すると力が弱く、身につくのも遅いのが特徴です。多くの場合、男性側が先にテレパシー能力を開花させて、女性の考えていることが手に取るようにわかります。女性は当然、相手がテレパシーを使っていると読み取ってくれるので、安心した気持ちで毎日過ごせるようになります。それにより精神的に落ち着いて満たされた状態になり、ツインレイの女性もテレパシー能力が開花していく流れが多いでしょう。ツインレイの女性のテレパシーの特徴は、遅れて才能が開花する以外にも力が弱いという傾向があります。精神的に落ち着いた状態でないとテレパシーを使うことができず、運命の相手だとしても何を考えているのかよくわからない場合も多いです。女性はもともと男性と比較して共感力や相手の感情を読み取る力が強いです。そのためツインレイ女性はテレパシーがなくても相手の感情を読み取れるのも理由かもしれません。女性は相手男性と出会うことで愛情深くなります。そのためツイン女性のテレパシーの力が弱くても、周りの人の望む行動を取れるようになります。ツインレイは互いにテレパシー能力が開花し、互いの考えてることや感情が自然とわかります。ツインレイ同士がテレパシーで通じ合えるようになると、自然と相手の考えていることがわかるようになるので、会話が必要なくなります。女性の喜ぶ行動を取りたい、女性のことを知りたいと考えるときに、ツインのテレパシー能力は開花します。ツインレイのテレパシー能力は互いへの愛情と精神的な安定があると、より使いやすくなります。以上、いかがでしたでしょうか。皆様のご意見ご感想をどしどしお待ちしてます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。